こんにちは、アタムアカデミーです。今回は動きのあるポーズの描き方、いつも棒立ちのキャラクターになってしまう、どこに動きをつければいいのかわからない、そんな時に意識すると良いポイントを順番に紹介していきます。まずは動きのある自然なポーズを描くときに役立つコントラポストを学んでいきましょう。この2つのキャラクターに注目。左は肩と腰の関節が左右対称で、線で結ぶと一直線になります。安定感はありますが、動きのない棒立ちの印象ですね。それに対して右はどうでしょうか。肩と腰の関節を結んだ線が左右非対称で、線で結ぶとハの字に傾きます。左の棒立ちの方は体の中心線を引くとまっすぐですが、右は緩やかな S 字のラインになります。立ち姿では膝の関節を結んだ線も腰と同じ方向を意識すると自然です。コントラポストとは、このように片足に体重をかけて立っている人を描いた視覚芸術を表す用語です。両肩と腰の傾きを反対にすることで、動きのある自然なポーズを表現することができます。コントラポストを使って試しに描いてみましょう。体の描き方はこちらの動画を参考にしてくださいね。肩のラインを右下がりにしたら、腰のラインはその逆の右上がりにします。膝のラインも腰と同じ右上がりを意識してみました。最初のあたりは棒人間で描いて、後から肉付けしていきましょう。ここで意識するのは肩や腰のラインのほか、腕や足をどういうポーズにするか決めることです。自分の表現したいものに合わせてポーズを決めていってくださいね。肩と腰のラインと体の中心線はこんな感じ。2体目のように、肩が上がっている方の腕を上げて、肩が下がっている方の腕を下げるとより自然です。次はコントラポストに加えて、もっと動きのあるポーズにするポイントを2つ紹介します。1つ目は左右非対称にすること。アップのイラストで考えてみましょう。顔も肩のラインも左右対称だと、このように動きが少ないイラストになりますが、これは顔と肩の傾きを相反させて、さらに片方は腕を上げたポーズにしました。顔と肩の傾き、腕を左右非対称にするだけで動きのあるイラストになりますね。2つ目は髪や服、小物に動きをつけること。体のポーズだけでなく、髪や服、小物で工夫してみます。風の流れを意識して、髪がなびいている感じや、身につけているものが浮いているように描きましょう。今回は左から右に風の流れを作りました。最後にこれまで紹介したことをフル活用して、動きのあるポーズを描いていきます。左右非対称になるように、顔と上半身の位置をずらしてみましょう。体の中心線も曲線になるように意識。さらに手前と奥の遠近感も出せると、より動きのあるイラストになります。風の流れも意識して、髪と服をふわっとさせましょう。皆さんもコントラポスト、左右非対称、ポーズ以外の動きを意識して、資料を見ながらいろんなポーズを描いてみてくださいね。実際に手を動かしてたくさん描くことで、動きのあるポーズを描くコツがもっとたくさん見つかると思います。それじゃあ、また次の動画で会いましょう。